美味しいグルメに楽しい体験、週末の家族でのお出かけにぴったりなプランをゴジカルがお届け。今週は香川県宇多津町で人気のあのスポットに行ってきます。週末お出かけ、ここへで。楽しい夏休みも残りわずかです。今日は四国水族館にやってきました。イエイ。四国水族館は徳島市内から車でおよそ1時間、坂出インターからおよそ10分のところにあります。四国水景をテーマに3年前にオープン。四国ならではの水中世界を6つのゾーンに分けて再現。海や川の生き物およそ400種、1万4000点を展示しています。入ってすぐ目に飛び込んできたのは、たくさんの魚たちが泳ぐ大水槽。イメージしているのは、こちらの水槽はですね、渡積の景といいまして、高知沖を流れる黒潮をイメージした水槽となっていまして、主に回遊魚たちを中心に展示しております。現在35種類1400匹飼育しております。1400匹、どれぐらいの大きさがあるんですか？深さが7メートル、そして横幅が10メートル、奥行きが8メートルありまして、水の量で言いますと650トンという量が入っております。650トン。そんな水族館の仕組みを知ることができるのがバックヤードツアー。この大きなタンクは、これはですね、ろ過槽というシステムでして、はい、大水槽の水をきれいにする場所なんですね。タンクの中ではバクテリアが有毒なアンモニアを分解しているそう。続いて見せてくれたのは大水槽専用の餌。アジやスルメイカなど栄養のバランスを考えながら、生き物同士が喧嘩をしないよう餌の量も調節しているそうです。階段を上がると、ね、こちらが大水槽の上側になります。はい、もう海の上歩いてるみたいです。はい、先ほど下から見ていた大水槽渡積の景をなんと7メートルの真上から見ることができるんです。すごい。あ、もう見てください、真下にもうお魚が泳いでますね。結構激しく泳いでますね。あ、そうですね、はい、餌やりの時もですね、ここから餌をあげております。どうやってあげるんですか、いつも。上からですね、投げて餌をあげたりとか、カゴで落としてあげて、中槽とか、あとは下に住んでいる魚にも餌が全体的に行き渡るように餌やりを行っております。えで、バックヤードツアーを終えて水遊ゾーンではペンギンを発見。うわ、何匹ぐらいいるんですか？今ここにケープペンギンという種類が22羽暮らしています。22羽。はい、年齢も幅広くて、去年生まれたこの0歳の子だったり、はい、最高齢は私と同い年で33歳の子がいます。ここで突然ですが、四国水族館クイズ。 VTR 中に出題しますので、スタジオの皆さんも一緒に考えてくださいね。まずはペンギンクイズから。ここのケープペンギンという種類、南アフリカで暮らしているんですが、はい、餌を求めてやっぱり海に魚を探しに行くので、その時にどれくらいの時間潜って餌を探しているのか、うん、クイズにしたいと思います。わかりました。では1番が3分、はい、2番が10分、で3番が20分。20分。さあ、どれでしょう？まあ、ペンギンってよく潜るって印象があるので、3番20分。正解は1番の3分です。3分の短い時間を繰り返して繰り返して探してるっていう形になるんですけど、3分っていうとカップラーメンができる時間と同じですね。ラーメン。すぐ近くのプールでは2頭のゴマフアザラシが気持ちよさそうに泳いでいました。わ、来た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 。バイバイ、こんにちは。めっちゃ可愛い。好奇心旺盛でボール遊びが大好きなほおずきちゃんと、ちょっぴり神経質なあかりちゃん。飼育員は遊びながら体に傷がないかボディチェックをして健康管理をしているんですよ。わー、すごい。
同じエリアには元気なカリフォルニアアシカがいました。威勢のいい鳴き声とスピード感が溢れるアシカも見どころの一つ。さらに淡水ゾーンにいたのはコツメカワウソ。カワウソの仲間の中で最も小さく、東南アジアや中国南部に住んでいます。コツメカワウソの特技は泳ぐこと。体つきが細長いので水の抵抗が少なく俊敏に泳げるんです。とここでカワウソクイズ。では問題をお願いします。はい、カワウソたちやはり水の中で泳いでいるんですが、濡れても大丈夫なようにたくさんの毛が生えています。はい、1平方センチメートルあたりに何本の毛が生えているか。1番1万本、2番10万本、そして3番30万本。はい、見た感じ毛は多いイメージがあるので、はい、多めに3番いきますか。お願いします。はい、正解は、はい、3番の30万本です。結構毛ありますね。あります、あります。私たち人の頭皮が全部で10万本って言われてるので、はい、これよりもたくさんの毛が1センチあたりに入っちゃってるという、それくらい毛がないとやはり空気の層を溜め込むことができなくて水が内側まで入ってきちゃってるのがあるので、はい、で続いて訪れた場所は幻想的な大人の雰囲気、クラゲのコーナー。何を考えながら浮遊しているんでしょう。どんなクラゲがいるんでしょうか。これ水クラゲというクラゲになります。あと奥には赤クラゲ、はい、天草クラゲ、はい、カブトクラゲ、タコクラゲ、うん、花笠クラゲを展示しております。クラゲもそんな種類があるんですね。はい、まさにビッグクラゲ。おっと、坂口さんもアングリー。毛を取り直してせーの、クラゲクイズ。では問題をお願いします。はい、こちらで展示している水クラゲなんですけれども、はい、真ん中の四つ葉のクローバーのような部分があるんですけれども、こちら一体どんな働きをしているかという問題です。はい、1番の目は胃、3番目、これだいぶ細いですもんね。そうですね、クローバーが、はい、なので答えは2番の胃だと思います。正解は2番のイです。当たった。おめでとうございます。これイなんですか。はい、こちらクラゲのイの部分になってます。はい、今水族館ではオレンジ色のプランクトンを餌としてあげてますので、うん、餌を消化している時オレンジ色にすごい変わっているのをご覧いただくことができます。めちゃくちゃ勉強になりますね。ありがとうございます。エデ、こちらがですね、はい、シュコくんのお部屋になるんですけれども。シュコくん、シュコくん、四国水族館の人気キャラクター、はい、シュモクザメのシュコくんとおしゃべりできるコーナーもありますよ。はい、石井です。石井さん、はい、すごい答えてくれる。かっこいいお名前だね。もかっこよくてとても素敵。ありがとう。シュコくんには負けるよ。めっちゃ褒めてくれる。四国水族館におすすめな食べ物とかってあるの。おすすめなものがスイーツなんだよ。スイーツ、シュコくんに教えてもらったスイーツを求めて2階のカフェ。おすすめがこのチンアナゴハロハロ。かき氷の上にソフトクリーム、そしてチンアナゴをイメージしたかりんとうがかわいい水族館スイーツです。あー、いや、瀬戸内海見ながら食べる頃かき氷最高やないかい。さらに SNS 映え間違いなしのドリンクが海の仲間ラテ。ホイップクリームの上にかわいい海の生き物の写真が書かれています。お、イルカ。そしてちょうど始まったのがイルカのプログラム。海の仲間ラテを飲みながらイルカたちの凄技を鑑賞するのもいいですね。
さらに四国水族館ではプログラムが終わった後にこんなことができるんです。ドルフィンワークにレッツゴー。 OK です、バッチリです。では出発していきましょう。それがドルフィンウォーク。イルカのプールに入り一緒に歩くことができます。奥がイルカが泳ぐための深いプール、手前の浅いプールにイルカがやってきます。イルカが仲良くなれば、仲良くなれそうだと思えば近寄ってきてくれるそうなんですが、警戒しているのかなかなか来てくれません。が10分後、あった来た、チャンスで遊び出しよう。スピードついててください。頑張って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 。イルカと一緒にウォーキングできるのはまさに水族館ならでは。いや今日はね、とても2頭が近くに来てくれたんでね、楽しさが多分イルカに伝わったんだと思います。いや本当真横でイルカを感じられて、ね、もうこれ以上ない幸せでした。ありがとうございます。場所場所で、いやいいな。では最後に問題です、はい、私がこの四国水族館で一番気に入った生き物は何でしょうか。1番ダラン水クラゲ、2番ドルン、アシカ、3番ドルン、イルカ、さてどれでしょうか。では答えです。2番ではなくて3番のイルカ。最後一緒にね、お散歩もして本当気が通じ合った気がしましたね。自分の方にも寄ってきてくれますし、で鼻でもこう息も吹きかけてくれて愛を感じました。もうイルカ大好きです。今度は一緒に泳ごうと思います。